全てのワクチンは NG だとは思ってません ?1966 件中、99.38%が評価不能ってなっちゃったんですよ。おかしいでしょ、そんなの。信頼が失われますよってことなんです。マスコミを使ったりとか、様々なことをしながら、全員ワクチン打たなきゃ非国民だぞみたいな空気は絶対に作らさない方針ですね。ワクチンパスポート的なこともやらさない。当然です。基本を押さえてればいい。打つ人、打たない人。 その両方はそれぞれの必要性に応じてそれぞれが判断をすると新型コロナワクチンについてのことを伺いたいです太郎さんワクチン接種をしない理由を聞きたいもう一点はワクチン接種をして厚生労働省のデータが何か見ると2000人近くの人が亡くなってて接種後ですね亡くなっててあと1万人超える人が重篤な症状で体が 元に戻れないいい人がいるっててううデータが確か出てたと思うんですよもろもろ考えると、太郎さん自身は、この新型コロナワクチン接種についての政策の考え方、これをそのまま進めてしまっていいんだろうか、その辺についてどう思ってますか、ありがとうございますワクチンは打たなきゃいけないものなのかってことなんですけど、それはそれぞれの判断なんですよ、強制の接種じゃないんです、でも事実上、強制性が伴うというような環境があるのも、これ、否めないことですね。 例えばですけど、職場接種であったりとか、ひょっとしたら子供たちに打たせるってことになったら集団接種みたいになっちゃって、これは打ちたくない人たちまで打たなきゃいけないような状況が作られるかもしれない。話戻ると、ワクチンを打つか打たないかっていうのは、それぞれの考えで決めなきゃいけないっていうのは基本なんです。これ絶対。だからワクチン打った人たちに対して、なんで打ったんだみたいなことは NG なんですよ。その逆もしかり。 ワクチン打ったってわかるように、ワクチンパスポートみたいなものは、もう下道の極みなんですよ、はっきり言っちゃえば。打ってないのか、という人たちを浮かび上がらせるっていうような、社会で認識していきながらおかしいだろうっていうふうに空気感としてね、強めていくっていうのは絶対にやっちゃいけないことなんです。で、私は打ってないです。どうして,ってだって私の体だから。私が決めんだよってことです。どうして打たないかってことなんですけれども、 それを打ったことによってどのような影響が出るかということの答え合わせ。それすぐにできるわけじゃないですねで。国が安全だと何を言おうと、それは自分の中で納得がいかなきゃ打ちようがないんです。私の場合は。だから自分の判断として今は打てないということをずっと選んできました。もうちょっと状況がわからないと、 自分から進んで打つっていうことにならないなってことで判断を留保し続けたってことですね。結果今になっても打ってません。例えばですけど、ちょっと情報古くて申し訳ないです。21年の6月、えー、厚生労働調査室の資産と2021年の12月3日の、えー、ワクチンの副反応の集計みたいなものの中からなんですけど、アナフィラキシーショックですね。副反応が出ました。アナフィラキシーショックっていう日本での報告。 例えば新型コロナウイルスの感染症のワクチンの場合は16件ぐらい。VB ワクチンは2件みたいな。季節性インフルエンザは1.2件なんですよ。だから何かって言ったら、副反応というものだけで見たときに、やっぱりその率は高いなっていうのがわかる話です。これだけで決められないかもしれない。でも何よりも非常に短い開発の期間を持って、これを全体的に打たせるってことを決めたわけだから、ここは当然慎重になりますよ、こっちは。 全てのワクチンは NG だとは思ってません。今回のこれに関して自分で打とうっていうふうに思えなかったっていうところ。自分の中で保留という形を維持してきた。それだけのことですね。なので打つ人も打たない人もそれぞれの判断でやる必要があると思います。で、一方でワクチンを打て打てというならば、ワクチンを打ってどうなりましたかということの情報開示であったりとか、それは国は積極的にやるべきだっていうのは当然のことなんです。不透明です、はっきり言えば。 で、もう一つ、打たれた方で何かしらの後遺症と言いますか、その副反応っていう部分で何かしら不利益をこむった人たち。それが証明されますかって言ったらなかなか難しいんですよ、やっぱり。因果関係みたいなものがはっきりするかって言ったらしないんですもん。それを考えたら疑い。疑いの時点でこれは救済するべきだ。っていうのが私たち、令和新選組がずっと言ってることなんですね。ワクチン打った後にお亡くなりになりました。 という方々でワクチンの影響があるかどうかってことを多分検証されなければならないんですけれど1966件中99.38%が評価不能ってなっちゃったんですよおかしいでしょそんなの評価不能ってどういうことですかっていや情報が足りないんですよ情報集めるべきやろうって話なんですよこれはねはっきりわからないんだったらその先調査するっていうことをやらないと信頼が失われますよってことなんです 当たり前のことでしょ、これって。いやいや、これをね、あのー、ちょっと情報足りなくて、よくわかんないんですってことに、99%以上がされちゃったら、何の信頼もないですよ、そこに。だからワクチンでどうにかなったんじゃないかっていう、その疑心暗鬼はさらに深まっていきますね。やらなきゃいけないことは何かって言ったら、やっぱりその、ワクチン、打った後にお亡くなりになった方。それはわかりません。実際にワクチンによって死がもたらされたのか。 そもともとの持病が悪化されたのかどういう状況で死に至ったかってことはケースバイケースでしょそれをしっかりと掘り下げて調査していくっていうのはこれは国がやるべきことですよね本来ならばだからその調査を求めていくっていう私たちは立場であるということですかねありがとうございます、えー、もし太郎さんが国の代表者であったならばそのワクチン接種についてどのような判断をされますか ありがとうございます。先ほどのご質問に対して私が、えー、お答えさせていただいた中に全て含まれてると思うんですね。何かっつったら、えー、その状況がわからないものに対して、大々的に打ちましょうっていうキャンペーンはしませんね。まず。その当初に戻るとね。だって研究期間が明らかに他のワクチンよりも短いわけだから、これを打てば大丈夫みたいな戦略は取らないってことです。思い出してもらいたいんですけど、この国でこの新型コロナというものに対してね、 一体どういうような手立てで乗り越えるかってことを考えたときに、一般的に言われる感染症の対策ということよりも、ワクチンがあればなんとかなるんだっていうようなことがルフされてましたね。ワクチンでなんとか乗り越えられるっていう空気を作られたってことです。でもそれってそうじゃないでしょって。もしもワクチン効かなかった場合に、それ通用しない話じゃないかって。つまり何かって言ったら、感染症対策の基本の木は、テストするしかないんですよ。調べるしかないんですよ。 徹底的に検査しまくって、その中から全人口の一握りしかいない感染者を発見することなんですよ。発見したら、それは経済的に保護されながら、全人口のうちの一握りの人たちを補足し、それ以外の人たちは経済活動が行えるような状況を担保するのが、これが感染症状必要なことなんだろうと。でもそんなことありました もう全国のコンビニもしくは郵便局で皆さん検査を受けられますからって、自分の好きな時に好きなだけ受けてくださいってことになれば、これもっと自分がどうなのかってことが分かったりね。で、自分の今の行動をどうすべきかってことを考えられるわけですね。とにかくテスト、テスト、テストってことを繰り返していきながら、 全体的にどれぐらいいるのか、どの人が、えー、キャリアなのかってことを補足していくってことを繰り返していくしかないんですえー、現在どうなってるかってことを常に把握するという姿勢。で、その体制ってものを組んでいかなきゃいけなかった3年間なのに、事実上はならなかった。ワクチン一本やりできたっていうね。もう理由簡単ですよね。もうオリンピックやる年にお前そんな味噌つけんなよ、みたいな。オリンピックに打ち勝った証として、みたいな話になってたでしょ。 違うんですよね。現実見せない形で日本は大丈夫だっていうふうにしたかったっていう、もう非常にシンプルな話だと思うんですけど。話戻ると、2020年の当初からコロナが始まり、チンっていうものが接種されていくっていう、その道のりの間ですね。私が総理だったら何をするかっつったら、徹底的な検査体制、医療体制の拡充。で、そこに関わるような従事者たちに対しての、当然そこは処遇の改善ですね。 様々なことをやるっていうことをやらなきゃいけない。じゃなかったら、波が来るたびに医療崩壊してるのがこの国ですから、基本の機さえもやられてない国はそうなっちゃうんですよ。医療は急には増やせませんよ。拡充するっつったって増やせないからこそ、その手前の検査、検査、検査ということを重ねた上で、極力誰がかかってしまっているのかってことを事前に把握して補足していくっていう作業が必要になってくる。そういうことなんですね。 話戻ると、ワクチンっていうものに対して自分はどういう姿勢をとっただろうかって考えたら、マスコミを使ったりとか、様々なことをしながら、全員ワクチン打たなきゃ非国民だぞみたいな空気は絶対に作らさない方針ですね。ワクチンパスポート的なこともやらさない。当然です。基本を抑えていればいい。ただし、だからといってワクチンは一切打つなってことは言わない。 だってこれまでもそういうような感染症だったり様々な病気に対して医療者であったり介護者っていうのはワクチンで防衛しながらサービスを提供してきたっていうようなこれまでのものがあるわけだから打つ人、打たない人、その両方はそれぞれの必要性に応じてそれぞれが判断をするというところを基本とするっていうのは私たちの考え方ですね。ありがとうございます。